はい、お疲れです。いやー、あれやな、お疲れ様です。取りだめすると疲れるな、ほんまに。疲れるよ。今日何本目ですかこれ。わかんない。4本、うん、だって僕らで2本も撮ってるんで6本。6本、そんな撮ったん。俺今日喋りっぱなし。ほんま、いつも喋りっぱなしやん。でも久々っすよね、こんなんね。そうそう、やっぱね、うん、忙しいんで。うーん、忙しすぎて、うん、忙しすぎて今段取りができなかったんで、うん、僕は WC にも行けなかったわけですよ。ほんまな。あんだけ行く行く言うとって、あんだけ行く行く言うて、はい、で、はい、1週間前ぐらいやったっけ、はい、ホテルどうすんって言ったら、はぁ、撮ってなかった、撮ってなかったって。もっと前のこと言うと俺行くんって言う。あれ衝撃でしたもんね。いや、あの時はもうほんまに思った。俺行くんやったんか、そっかって言って。そうなんですよ。はい。段取りできんも極まりすぎや。うん。まあなんでね。うん。まあこうしてあのお土産でいただいたうなぎパイを今食ってるわけでございますけれども。うまいな、うなぎパイやっぱ。やっぱな、夜のお菓子やけん。うん。間違いない、ほんまに。こいつは。でもな。どうやったんすか、ダブルらしい、そういや。混んでよかったと思うわ。え、なんで我がチャンネル的に言ったら、うん、WRC 素晴らしかった、いやまた行きたいねっていうのが正解やろ、うん、あらかんな。なあ、あれはちょっとあらかんや、ひどいよな、うん、マジで、うん、何がどうやったん、ちょっと俺に教えてください。僕はあれですよ、 J スポーツでずっと見てたんですよ。それが一番 S。 正解、マジで、うん、雨にも打たれんし、うん、そう、なんかみんなあのカッパ着ながらなんか応援しておるやつとかそんなのを見て、そう、あのなんかいいなって思いながら見よったんやけど。絶対ほんで、あれかわいそうって思いよったやろ。そんなことはない。あの、いや、なんか妙なテンションの人にインタビューされよるなって思いながら見よった。まずな、うん、ほら、うん、行ったらちゃんと動画撮ってきてな、うん、俺ストックないけんって言ったやん。ああ、そうや、ストックなかったのほんまに、うん、俺らもな頑張って撮ろうと思って、で前日いろいろ僕調べよったんですよ、なんか、うん、まあ、うん、一応なんかなんか規約みたいなあるじゃない、うん、うんうんうん、動画撮ったらいかんとかそういうないかなと思って見よったら、なんとびっくり、うん、あのなんか個人的にツイッターとかインスタとか出すのはいいけど、はいはいはい、まあ、お金が発生しちゃうとそれは許可がいりますと。そう、だから要は YouTube 収益化してるようなチャンネルは、そう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 、あの事前に事務局に、うん、まあ、要はプロモーターに、はい、申告をして許可を受けなさい。あー、へー、あ、ちゃんとしとんすね。そうなん、ということはおそらくで、うん、おせせがかかるんですよ。まあかかるかどうかは分かんないですけど、ね、分からんけど、まあかかるでしょうね。なるほど。で、まあ、うん、取れませんよと。なるほどね。これは困ったと、うん、いうことで、まあ、うん、多少動画は撮ったんだよ俺、はいはいはい、頑張って、うん、だけどまあ、うん、残念ながらボツです、ね。まあ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 しょうがないですね。で、うん、あとは俺個人的にはその、うん、まあ、WRC って久しぶりやし、うん、だって前回は北海道やろ、うん、そうそう、俺も十何年前に北海道行った行った、ソルベルクが走っちゃった時、おう、マジ、まだあの頃だけシトロエンやフォードのフォーカスやのに走るところに、めっちゃええやん、うん、札幌見に行ったんやん、ね、めっちゃええやないですか、うん、で、あの時のまあ記憶もまあ忘れとったんやけど、うんうん、まあ、それとな、なんか、うん、当時はな、うん、あのもっとサービスパークが結構入ったり出たりがガンガンあったんよね、うん、へー、そうなんや、うん、で今回でも調べてみたらな、うん、日曜日に僕ら行ったんやけど、うん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 、日曜日サービスパークを帰ってこないっていう、うせやんってなるやんか。びっくりしましたよね、本当に。え、それはでも書いてあったん、チケットのやつとかに。書いてはない。え、そのなんて日曜日のサービスパークチケットはもうほぼ閉会式を見に行くようだよみたいなのが書いてあった。書いてない書いてない、うん、同じ料金ですよね、土曜日。そう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 、7500円で。あれ、そうだ、俺もだってその7500円三宅にあったよ。だけどまあまあ、うん、あげてよかったんじゃない。もう言ったらもうしこたま文句言ってずっとマジで。だって俺もうな、うん、俺らあのラインファクトリーのそうそう、そさんが LINE 来てカオスって来ました。なん、どういうこと。行ったらさ、もうサービスパーク、うん、まあ、日曜日ですよ、はい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 、ね、日曜日、はい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 、マシンもサービス帰ってきません、はい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 、どうする。俺がサービスパークにおるスタッフやったらってこと。スタッフやったらメカやったらどうする。今日帰ってこんのやろ、もう、うん、あと閉会式だけやろ。閉会式なんよ。
片付けよ、そのですよね。まあそうなるわな、ね、俺も多分片付けするよ、うんうん、行くや、うん、なんもないけ。まあそらそうじゃわな、だってそこのパークに帰ってこんのやったら、うん、そらもうだって片付けしてしちゃっと移動できるようにしとく方が優秀なスタッフやで、はい、そうなん、うん、だけサービスパークのな、うん、ファクトリーのとこに何がありましたか。え、何もない、何もない。何もない、イケオジたちがいっぱいおるんですよ、外人さんが、はいはい、イケオジかっこええなって言って終わりました、うん、そうと、それだけ。サービスパークのマシンがあるところにはな、うん、空輸用のパレットが置かれる。ああそう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 、ああもうもうもうそこにマシンをガーン入れたら、そうそうそう、うん、はい、積んでコンテナ詰めて終わり、うんうんうん、それもありました。なるほど、うん、ああそうなんや。そうなんです。俺 WRC って見に行ったことなくて、俺熊高原なりはちょこちょこ行くんや、全日本もな。あんなんとかはもうほんまにあのサービスパークでもうなんかガロってなったやつがこうガンガンやじょったりとか、あのまあてかまあそもそもサービスパーク自体はフリーやしな。そう、うん、そうなんや。いやいいんや、うん、金取ってもいい、うん、100歩譲って見るもんがあるんなら、うん、でもあれ日曜日のサービスパークはもうタダでいいやろって、うん、だってそうなったらほぼ閉会式だけってことやろ。そうよ、だからうちの子供も連れて行って、うん、でそれまでで、ね、リエゾンも帰ってこんから、うん、リエゾンの車すら見んわけよ。どういうこと。朝だからもう早朝にバーン出て行って、エナ行って、うん、であの岐阜の上の方までずっと走って、うん、で夕方帰ってくるっていう工程やけん、うんうん、夕方まで帰ってこんねんって。まあ逆に言ったら昼間は豊田市付近にはおらんっていうことや、ね、おらんねんって、うん、で俺ら行ったのは9時過ぎに、うん、豊田スタジアム行った、うん、マシンありません、うん、まあ、ないサービスパーク片付いてます。そうだろうな、やることない中でずっとあの、うん、オーロラビジョンのパブレイクビューイングを見て、でまた雨降ってきて、はい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 、寒いし座るとこないし。え、なんであんなやったあんなトヨタスタジアムめっちゃ広いんやろ。広いよ、なんで座るとこないん。雨降ってくるやん、うん、屋根閉まると思うやん。だってそのためのドームやろ。閉まらんねん。なんでやねん。多分あれ、ね、修理中かなんかやと思うんやけど、うん、開いとんや、濡れるやん か、うん、かスタジアムの濡れる席は全部みんな座らんわけ。そりゃそうじゃん。そしたらもう廊下まで、うん、もうあの、うん、難民たちが溢れとるわけよ。あの震災難民とかそんな感じの、あの戦争難民みたいな感じになっとるところ。なんやこれってな、うん、ソリたち来た時が途中でスタジアムのな、僕が4時ぐらいだったんですよね。そう、座席を開放し て、うん、あれカオスじゃなくなっとると思って。そうそう、へー、で座れるようになったけど、それでもまあ雨が降るとこはみんな座らんから、うん、まあそりゃそうだよな、なあ、うん、へー、うちの息子っちたちはもう、うん、なんなんこれひたすらスイッチをと、まあ、そりゃそうやわ、そりゃそうなるわ、うん、ああそりゃそうなるよ。で、まあ、そうなんや。せめてね、うん、やっぱ来たんで、うん、セレモニーぐらいは見て帰ろう。ああ最後のね、最後の、あらそうよ、だってもう WRC カーがバリバリ動くんやけど、そうそうそう、バリバリって帰ってくると思うやんか、うん、帰ってきます、うん、スーって言って、あそうや、今もう電気やったわ、 EV モードやで、ね、EV モードやったわ。いやそこはさ、ブン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 言わして帰ってこようやと思うやんせめて最後なんでね、なあ悲しかった。うん、なるほど、無音です、無音ですか、スンって帰ってきたな、うん、確かに俺もあのこっちで閉会式というかあれ見よって、うん、スーンって入ってくるやんか、だけどもう入ってきたに気づかんねって、そう、もう、うん、気づいたら終わった、うん、ほんまにほんまに、うん、だけどもう意味わからん、そうなんや、あれなんかどうなんやろな。まあでもなんか催し物みたいなのあったな、そのわからんけどなんか展示物とかあったな、サービスパーク GR、 あれはサービスパークヤリスのあの何やっけ、ゴリゾーエディションとカローラの GR 置いとったぐらい、そうそうそう、あとまあ歴代の昔のほら、うん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 、はいはいはい、はい、名車たちをセリカの WRC カーとかスバルのとかあったけど、はいはいはい、うん、15分で終わるっすね、うん、そうほんであの WRC のほらシミュレーター何台か並べて体験試乗会みたいなのしょったけど、まあ俺ら別に自由に使えばあるしそうやったな、帰ったらできると思う、そうやったな、別にもう感動ないなみたいな、そうや、でもやっぱそこはそれなりに人はたかっとったんちゃう。でももう途中でまあまあ雨降ってきたけん、はあはあ、誰もおらん
並んでなかったです僕が来た時に。そうなんや。グッズ販売もな、もう早々にみんな閉めとるし。そうなんや。閑散としとったな。パッとしたもんもなかったっす。そうなんや、うん、マジであれはなんかいろんな意味で残念感の塊やな、うん、あまあでもってことは逆に言うと、うん、ちゃんと金土で言っとかないかんってことやな。そうやっぱり金、うんうん、そうそうなんやで、うん、その なんかスケジュールとかさ、うん、スタジアムの案内も、はいはい、その、はいはい、ホームページの情報もめっちゃ少ないんな。あーなんかその WCのことを知らないとか、うん、そのラリーのことを知らない人に対してのホスピタリティってこと？そうそうそう、告知が薄くて、うん、だからこのスタジアムに行っても入り口がどこかわからへんかったよ。僕半周しましたもん。そう、俺も入り口わからんで、どこやねみたいな。そうなんや。入り口あっちぐらい買いとけやって思うぐらい。あそう、入り口何個かあるかなって思ったんですけど、一箇所やったよ。一箇所。あ、そうなんや。わからんし。でなせめてさ、うん、その、うん、SS のチケットももうほんま少なかって取れんかったんやけど、まあまあね、うんうん、だったらリエゾン見たいやん。まあそりゃそうやな。でもな我々地方からポッと初めて行ったらそのリエゾン区間もどこ通るかよくわからんわけ、はいはい、そりゃわからんわな。だからリエゾン基本このルート通りますよぐらいなんかこう告知あったらどっかな、例えばまあ、はい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 、コンビニの前でも泊まってさちょっと待ってみるとかできそうなもんやけど、はい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 、もうわからんから道中も全然いなかったっす。だから僕江名から名古屋、うん、豊田スタジアムまで行って来てましたけど、うん、全然 路上で見てる人ほとんどいなかったっす。へえ、マジで。そうなんや。あの泊まれのとこに警察官が泊まって見よったっす。ああなるほど。じゃあそこは取り締まりしましたね。それは見えたっす。 いますけど数人ね見よる人はね。ああそうなんや、うん、なるほどな、うん、まあでもまあそこら辺に関して言うともうちょっとその多分ホスピタリティというかまあそれがあったらまあ多分良かったんやろうなとは思うけどな。だけその、うん、まあ感染情報とかね、はいはいまあ、混雑したらいかんっていう、はいはいはい、頭もあるんかもしれんけど、だけどなんかこう、うん、せっかく何時間もかけて見に行ったのに残念感固まりやったな。レース自体は面白いんですけどね、うん、ああまあね、うん、だって SS を見に行ったやろ。はい、うんはい、SS のあのステージは良かったな、うん、俺は行けんかったけど良、うんうん、かったっす。でもやっぱラリーはさその行動を使ってやるんだから、まあその一般行動区間がね、はいはい、ラリーカーが走るとかっていうのもやっぱ醍醐味やんか、はいはいはい、醍醐味やな、うん、まあ、あとはなんかやっぱりその個人的にはやけどその、まあ、今回なんか、うん、まあちらっとね聞いた話によると、はい、だからあの優待券みたいなのがアフリカやっとったらしいよな。ああ関係者優待券みたいなとか地元優待券みたいな。あそうあったっぽいな。なんかスタジアムの近くに河川敷に駐車場があったんやけど、俺ら一般の人は止めれんのやって、はい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 、でそのどこに駐車場止めたらええかも情報がなくて、はい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 、で分からんから豊田駅周辺の駐車場にもう難民になった駐車難民のな車が溢れ返るみたいな感じ で、スタジアムの横にちょっと3000円のちっちゃい、ね、駐車場があるぐらい、へえ、ね、そうなんや。なんかそういうのは多分優待客とかが止めれるエリアがあったんやろうけど、だからまあ来てるお客さんもそんなに多分なんかまあとりあえずチケットくれたから来たわみたいな感じやったっぽいっす。それは分かるな。だけどどっちかっていうと多分この1年目っていうのもあると思うんやけど、うん、はあの多分地元の理解協力を仰ぐための多分その1年目。いやでも だからこそ日曜日にやっぱりいろんなイベントをして初めて来た人にもはこういうもんかとか面白いなかっこいいなじゃないといかんのじゃないの。まあだけ多分その辺の多分あれやろな、その仕組みというかうまみかね、多分その俺正直その状況を聞きよったら日曜日は多分タダでもええぐらいだと思うやん、うん、いやタダでええサービスパークこれまあ残念感の塊よね、タダでええと思う。えってなったっすね、まあ、もしくは例えばその逆にあのもう何あのまあせめて半額以下とかな、うんうん、もう
ぐらいでも多分ええぐらいやと思うんや、うん、その話だけ聞きよったら、まあ、ただまあなんか楽しめるものをがっつり用意しとってくれると、うん、はい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 、はい、スタジアムで寒いって言いただけやったら、はい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 、そうやろうな、ね、うん、けまあ多分そのこれが多分まあもうちょっとね、うん、あの文化として多分根付いてくれば多分またちょっと、うん、そのまあ環境も変わってくるし、ね、多分これな、多分まあ正直1回目からその多分100点を出すのは無理やと思うけん、その多分ね、まあって言ったら秋夫さんやったらまあやり続けると思うよ、できる限り、うん、思うけどやっぱ10年ぐらいやったら、うん、多分そうやファンが増えると思う、そうやってレーシングカーを目にする機会のない人もそうそうそうわーってなる人が出るし、子供もわーって出る、僕ら世代とかほとんどいないですよね、なもうほぼ 40、50 代のおっちゃんばっかりやった、そりゃそうやろ、これでは先がそうない、ね、そうない、ね、やばいぞみたいな、そうだけど、まあ、そういうことやと思う、うん、そうなんか本気でやっぱりそのなんやろうな、そのもっと多分そのプロモーションと、あとはやっぱな、その知らない人とか分からない人へのやっぱ巻き込み方っていうのを多分もっと多分プロモーションして、で多分そのまあもっと見せ方とかそういうのもあのしないと多分なかなか機敏ではないかなとは思うな。モトクロスとかも多分一緒やと思うけど、うん、感染慣れしとる人は、うんうん、縁で分かるやん、分かる、これがいるあれがいる、うん、椅子なんやろほんの持ってかなとか分かるけど、うんうん、初めて来た人がおいおい何やこれってなったらやっぱ、まあ、また行こうかってならんよね。そうね、これが例えばそのロードのレース、うん、サーキットレースやったら、まあ、はいはいはい、もう国際サーキットに席があって、あって、まだ行って座っとくだけやけん、まあ最低限、最低限のホスピタリティというかあれが確保できとるけど、あれね、うん、まあことこういうことになると、特にラリーはそのエリアが広いやん。広い。ならそうなるとやっぱりそのな歩き方とか楽しみ方っていうのは多分もっと多分そのいろんな媒体とかいろんなものを使って多分レクチャーをしないと、その多分関係者からしたら当たり前のことっていうのが、そうそうそう、見に行く人は分からん、分からんと思うよ。やっぱリエゾンルートぐらいね、公開しとってもらってこの街道沿いにおったら言ったら多少見れるよとかはやっぱり欲しいな。そうね、何も分からなかったもんな、マッチって何も分からなかったです。まあそうやと思うわ、うん、まあやっぱねこういう経験をもとに、でまあ個人的にね、やっぱその来年も、はい、再来年も、あ、もう続けてほしいよね、その次もぜひ続けていただいて、うん、で続けていく時に、まあ、やっぱりその何のためにねその WRC をするか、日本でわざわざっていうところはやっぱりその少しでもファンを増やす、モータースポーツに興味を持ってもらう、なんなら車に興味を持ってもらうっていうところが多分まあ一番じゃないかなとは思うので、やっぱりその、まあ、ほっとっても、まあほらモトクロスの時にも言ったけど、うん、ほっとってもそういうおじさんたちは来るんよ。そうね、もう、まあ、そのマニアは、マニアは絶対来る、ほっとっても来るし、難易度高くても来るけど、やっぱりにわかとか知らない人をどううまいこと引き込んでいくかやと思うね。やっぱね、そこを、まあそのね、例えば、まあ、地方戦とかね、まあ、あの競技ベースのところだったら全然ありかなとは思うけど、まあ、やっぱり WRC としてで、まあ、トヨタがあの旗上げて、うん、まあ、やっていくっていうんだったらぜひね、まあ、そういう裾野を広げる活動にね、そうだと思うよ、なんか注力していただきたい、ね、まあ、北海道はいいんやけど、やっぱり行くにものすごいエネルギーがいるけど、愛知やったね、シティ開催やし、うん、真ん中やし、いいよね、日本の、うん、日本の真ん中行きやすいよね、そう、関西からも関東からでも、うん、めっちゃええんで、うん、めっちゃええからこそ、そのなんてもったいないかやな、うん、もったいないな、なんか残念、もったいなかったな、うん、ね、まあ、これが、まあ、本当ね、あの繰り返しになるけど1年目で全部達成するのはまあ無理やと思うけ、うん、はい、まあ、この意見がその、まあ、どこかに届くかどうかは知らんけど、まあ、またね次年度以降の開催の時の、まあ、一つのそのなんかこう、あ、そういう風に感じたやつらもおったんだなと、ひょっとしたら秋代さん見てくれるか
その時はコメントしていただいて、その時はトヨタイムズ出たいな。トヨタイムズ何喋ります。分からんけど、香川照之の代わりに、今日はな、香川照之がおらんようになったけん、ちょっとよかったら、よかったらっつって100%ないやろ。お前、いやでも俺はもうその正直トヨタ明夫さんが俺はほんまおる限り、あのまあ日本のそのモータースポーツシーンというか、いやもう非常に今日希望を持っとるけ、やっぱね、近年の社長さんにしてはまれな、結出しとるやりたいっていうビジョンがあるから、そういいよね。そうだけ、俺はもう非常に応援するからこそ、まあ逆にこういうことを残しておいて、そうですね、でまあちょっとでもね、本当はあの多分言わずに、あのスッと帰った人の方が多分多いと思う。いやそりゃそうやろ、なんや分からんけど、まあ、ラリーってこんなもんかみたいな、そう謎で帰っとる人も多いと思う。もったいないよ、それはほんまにもったいない。だけどやっぱりその何まあロードでやるサーキットレースよりも一番身近であって一番楽しめるモータースポーツだとは俺は思う。そうやね、一般道をやっぱ駆け抜けるから、うん、そうやっぱそれ知らん人でも「お何が来たんや」ってなるやん。でなあ、その身近な、しかもあのなんか、まあ、もちろんゴテゴテいろいろついとるけど、うんうんうん、まあ、よく見る車のまだ形をしてあるし、ね、うん、一般車に近い、ね、近いやんか、うん、でなんか自分が例えば走ったことありそうな道をえらい勢いで駆け抜けていくわけやん。ほんまに、なあ、あれ映像で見よったら分かりにくいけど、いやー無理で無理で、あの細い道な、そうもうもうもう、いやな、命かけや。そうで、それをねやっぱ一人でも多くの人に感じてほしいし、体験をしてほしいので、まあ次年度以降もね、あのぜひあの頑張っていただいて、はい、あのまあちょっとね、やってほしいなと思いますので、ん、はい、まあ、そんな WRC の話でございましたよ。ディスリしかなかったな。じゃ最後にいいとこなんか言っといてくださいよ。いいとこ、うん、いいとこなんかあった？やっぱ池王子が多いですね。ピットマンは。あ、でもなんかあのみんな、あのなんていうの、ね、メカの人たち楽しそうにこう、うん、ランチタイムとコーヒータイムしょったな。へえ、そう、まあ、多分もう終わったかい。お疲れみたいな。お疲れみたいな感じで、なんか俺ら行った時は昼見たら、うん、あのみんなでこう、うん、テントの横のホスピタリティブースでね、ご飯食べよった。はい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 、まあそうなるわね、確かに。いますね。わかりました。じゃあ次年ものもね、じゃあ次年度こそは僕はちゃんと段取りしていきますんで、はいはい。そろそろ大事に、はい、いきます、いきます、はいはい、ちゃんといけるように、いけるように頑張りますんで、はいはい、頑張りますんで、はい、わかりました、わかりました、はい、じゃあ、はい、またあの来年は現場で会えることを皆さん楽しみにしております。、はい、でも撮れんけん。何が？あ、申請出してみる、来年。何を？撮影したいっつって。そうそうそう、撮影したい申請出してみたりとか、ちょっと積極的に関わってみようとか、うん、あとはあのほらあれらしいけん、あのふるさと納税とかでもチケット出るらしいけ、そうそう、 SS チケット、ふるさと納税で SS チケット買っとる人が一番間違いなかったらしいな。らしいな、あれはもう完璧だったって言ったな。はって、何歩電話しても繋がらんもん。繋がらん、繋がらん、普通の、繋がった瞬間にもう販売終わりましたって。なんかこの1年目で多分かなり学習するはずやけん。だってトヨタやで、うん、まあね、そう、まあ、もう、まあ、そうです、ね、それはもうトヨタさんなんで、もう 鬼なんで、うん、なんかもうめちゃくちゃ多分次年度は逆に言うと良くなると思うので、はい、だから今回もしね、あ、分かる分かるお前たちと、うん、俺もそうやったわ、そう思ったわっていう人がいたら、はい、次年度マジで期待できてると思うんだよね。なるほど、絶対期待できると思うんで、じゃあ来年も行きましょう。はい、ということで皆さん来年も行きましょうということで、まあ、この辺で終わりたいと思いますので、はい、またあのね、あの次回じゃあ会場であることを楽しみにしております。はい、はい、ということでチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル。ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。